のでリズムタカだけでした。すいません皆さん、本日ケイゴとシゲ不在でございます。僕一人だけということは、なんとスペシャルゲストいきます。お呼びしましょう。ウィナーズ監督、那須大輔監督です。よろしくお願いします。お願いします。そして、あ、僕だけじゃないですか。はい今回マジで大物ゲスト呼んでおります。横浜 FC の現役選手を二人お呼びしちゃいます。お願いします。横浜 FC の小田幸喜選手と長谷川達也選手です。よろしくお願いします。そして今回対決するんですけど、やっぱ対決にはキーパーが必要です。キーパーも呼んでます。お願いします。よし。はい、ドルジのマッスルラボです。いつも通りのキーパーです。残念でした。はい、ということで、今回はフィールド4人でガチンコ一対一対決。横浜 FC もね、J1 に昇格。小田選手は出すぎたよね。すごいですね。長谷川達也選手は大きい。はい、もうすごい顔ぶれでやってきたと思います。1対1やっていくんですけど、でまずじゃんけんをして、勝ち2人が勝負します。で負け2人が勝負します。でまあトーナメントでやっていって、勝ち上がり同士が決勝、負け同士が3位決定戦でやっていきます。で攻守で行って、1点先取りで終わりです。守備の得点もなしです。攻撃ののみの得点やっていきます。で今回さらに特別ルールあります。ルーレットです。ルーレットを攻撃時に回してもらって、で右サイド、左サイド、真ん中とありますので、攻撃のスタート時がそこであります、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、それではマジで怪我なくガチでやっていきましょう。お願いします。お願いします。ということで、勝ち2人と負け2人の代表がじゃんけんして最初にやるから、ちょっと見たいのあるから。最初はグッ、じゃけん、おい、最初はグッ、じゃけん、おい、はいはいはい、はい、もうここです。どっちにしろでもやりますから、まあ、彼らと。まあ、確かに。すみません、2対1。わかりました、はい、じゃあここでじゃんけんしてもらって、先攻後攻です。先攻で、はい、先攻で、じゃあ大川幸喜選手先攻でお願いします。これは貴重だ。じゃあルーレットを回してください、はい、右サイドからなんでこっちから。じゃあ大川幸喜お願いします。プロも1対1だからね。うわあ、どっちがいいとかある？俺、まあ、いや、こっちだと嫌だ。左だったな。左です。決めた瞬間終了やん。あ、来た。俺なんか見たことある。結構見たら迷走してるわ。俺の選手にはどこがいいの？もうやっぱズドンだ。やっとインズドンでいきます。何してんの？二人で。完璧に考えてました。やる前からずっとこうやって。分かってるよ、これ聞こえてるんじゃん。決めたら勝負です。うわぁ、ドリブラーやガチでやばいぞ今。やばっ。うまくいってきた。完璧でした。はい、ということで1回戦の勝利は長谷川達也選手です。決勝進出ということで、もう出番終わりっすか。いや、まだまだまだ3回戦だな。2回戦那須さん対僕で勝負したいと思います。先生、グー、チョキ、ファイ、先攻で、はい、じゃあ回します。右で、よし、もう食いついたからダブルタッチパパンですよ。はい、守った勝ちです、はい、真ん中やめてくれ、真ん中やめてくれ、右
右終わらせます。しちゃったよ。はい、じゃあ3位決定戦、はい、那須さん対小川選手でやっていきたいと思います。はい、先行で右で右多いね。縦丼で言うな、また考えちゃうから。右、あ、右が多いね今回。右多い。うわちゃんとスライスした。負けらんない、さすがに。Jリーガーも体投げ出しますから。さすがに負けない。もう地味にね、那須さんの体力もね減ってってますから、レンチャンなんで那須さんは、はい、うわギリギリ右。真ん中、真ん中、真ん中。よし。中央です、真ん中です。言いたいことがあった。何言いたいことがあった？完全にタッチの真似しようとしましたね。おお。何してんの？いやー、すごいなぁ。最後はスパスした。さっきやられたから追い込まれました、まっさん。まだまだこうやってはね、ここです、左です。よっしゃ、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 先失点したいんだ。いや先失点したいっていう。左で。いやー強い。なんややっぱ地下すごい。ね。いやすごい。あ、左です。真ん中です。何次決めようって。おお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 っさん2人が。やばい。よね。はい、もらった。はい。
はい、どうぞ。ありません。以上です。優勝争いだ。優勝争い。やっと来ました。やぶねえ。いやちょっとね、攻撃に問題ありやったということで、結果発表。ピカチンコ一体仕上げて最下位、ナイスさん。はい、頑張れ。はい、3位がおまこい選手。はい、2位が僕です。優勝は初川達也選手。あ、すごい。彼とやるのはドリブルのテクニックをずっと見させてもらいましたから。小川選手を抜いた時なんてね、もう、うん、もうよう笑いませんでしたもんね。本当によかった。どう抜いたのも、あれを真似しようと思ったんです。絶対しないでください。はい、うわー。本日ありがとうございました。ありがとうございました。まず、那須さんのチャンネルでも、僕とドルジとあとお二人が出演しておりますので、概要欄の方からチェックお願いします。ドルジの方も、ドルジのマッスルラボ YouTube チャンネルやっておりますので、そちらの方もチェックしてください。本日はどうもありがとうございました。